はい、皆さんこんにちは。ミーの占いと心理学の世界へようこそ。はい、今回はですね、とあるご夫妻の奥さんの学芸員としての素質について占っていきたいと思います。はい、このご夫妻ね、まあ、頭文字 K さんでございますけれども、まあ話題が絶えないですね。で、この奥様がですね、まあ一応旦那さんが弁護士試験には合格したんだけれども、まだね、このメトロポリタン美術館っていう、もうほんと世界最高峰のね、もう巨大な美術館でございますが、そこにね、まあ、就職することを、まあ、狙ってる、そういうお話があるんですね。で、まあ、それはそれでいいんだけれども、一部ではですね、本当にメトロポリタン美術館の学芸員としての資質があるのかってことを結構疑問視されてるらしいんですよ。というのが、さっきも言いましたけれども、このアメリカのメトロポリタン美術館ってのは本当にもう世界最高峰の美術館なわけですね。ですので、世界中からここの学芸員になりたい、美術館になりたいって言って来る人が殺到するわけなんですよ。その中で、まあね、奥様は、まあ、言ってしまえば、そんなね、本格的な勉強をしているわけでもなく、まあ、元プリンセスだからってことで、さらっとね、入っていってるわけだから、まあね、確かに学芸員としての資質があるかって言われると、ってところあると思います。で、ぶっちゃけ、資質がね、星回り的に見てあるのかっていうところと、あとはね、同僚の方に、ね、どう思われてるのかってところね、見ていきたいと思います。で、同時に、そうね、タロットちゃんから見て、このね、学芸員になる、メトロポリタン美術館に、こう、就職するってことは、基地か強化、そういうところもね、見ていきたいというふうに思います。ではですね、占いに入る前にお知らせだけね、していきたいと思います。私、ミーはですね、オリジナル占い、再生戦術で日々ですね、占いをさせてもらっております。インスタ、動画の概要欄で、簡単なタイプ図診断ができますので、気になる方はチェックしてあげてください。占い個人鑑定、お悩みカウンセリングも行っております。今ですね、キャンペーンも行っておりますので、もしよろしければですね、動画の概要欄のリンクからですね、詳細ご覧ください。そうですね、ニコニコ動画のチャンネルもやっております。そちらもですね、よろしければフォローの方お願いいたします。さて、では占っていきたいというふうに思うんですけれども、まずそうね、星回りから見た彼女のね、適色を見ていきたいと思うんですけれども、まずね、彼女の星回りおさらいしたいと思います。はい、彼女ね、メインが遠星、サブが天星になります。で、この場合の方の、適職なんですけれども、あのね、どっちかっていうと、研究員とかコツコツやっていく、そういうね、ところの方が、パワーを発揮できる、そういうね、星回りになります。ですので、そうね、教育関係であるとか、あとは不動産で管理業が結構ね、いいです。ですから、まあ、学芸員もね、こういう美術館の中の所蔵品をね、こう、管理するという意味では悪くないと思います。ただね、結構頑固な部分があるので、興味を持てるかっていう話なんですよね。その、自分が保全したいっていうものに興味を持てるかどうかでめちゃくちゃ変わってくるわけなんですね。ですので、まあ、この奥さんね、美術品、特に日本の分野の美術品を、こうね、保全するところにね、行くらしいんだけれども、本当に日本の美術品好きかっていう話がちょっとあるんですよね、実は。目にする機会は多かっただろうけれども、そこが結構鍵になってくるから、そこプラスで占っていきましょうか。そこが結構ネックになります。で、さっきも言ったように、一人でコツコツやっていく研究職、そういったものが得意だから、どっちかっていうと、営業とか企画っていうのは苦手な星になるんですね。で、学芸員って言うとね、結構勘違いされやすいんだけれども、特にメトロポリタン美術館の学芸員とかは、自分でこう企画をしてお客さんをね、呼び込む必要があるわけですよね。となると、いろんなところに出向いていって、こういう企画やりますから貸してくださいとかね、こういうことを考えてるから教えてくださいとかね、いろいろこう自分から頭を下げていかないといけないわけですよ。営業ですよね、いわゆる。そういったものは実は向いてないんですよね。なので、まあ確かに学芸員としての資質を見ると、まあ、半々って感じかな。興味があれば、保全とかそういった面は結構うまくいくんだけど、
企画力とかを考えると怪しいっていう感じかな。まあでもね、この奥さん結構ね、ネームバリューあるからね。そういう面では、まあ、強いから、まあ悪くはないんだろうと思うけど、まあやっぱネックはそうだね。本当にこの、美術品、日本の美術品に興味があるのかって部分ですね。それをプラスで占っていきましょうか。はい、ではですね、カードちゃんの方を展開していきたいと思います。じゃあどうしようかな。こっちにしようかな。はい、大きい本タロットちゃんで見ていきますね。よいしょ。はい、ではリーディングしていきたいと思うんですけれども、そうですね、あのね、今回もね、正位置で読んでいくんですけれども、気持ちを読む並びでございますから、あのね、好きって感じじゃないな、というよりもなんか都合がいいよねっていう風に思ってる感じがある。まあね、彼女ね、元日本のプリンセスですから、そう考えたらやっぱり日本のね、いろんなところに顔が効くから、そういった意味で結構やりやすい題材っていう風に思ってる感じがあるな。ただ、なんて言うんだろう。好きで選んだ感じじゃない。まあ私の立場ならこれだよね、みたいな感じで、なんかちょっと保守的な感じで選んでるところがあるから、自分から本当にこれをやりたいですっていうよりも、都合がいいからここを選んでるって感じかな。しかもこの真ん中のカードに、ソードの8が出てるんだけれども、これ見るにね、なんかね、本当は見たくないって感じなのかもしれない。というのがやっぱりね、彼女いろいろあったから、あんまり日本にいい思い出ないと思うんですよね。なんか本当半分喧嘩越しみたいな感じのね、会見してニューヨーク行っちゃったからね。それから見るに、やっぱり日本という国にそんなにいい思い出がない。で、いろんな思いが、やっぱり彼女にまとわりついてるから、ぶっちゃけそんなに見たくないかも。だから、そういう面で行くのであれば、もう日本の分野の学芸員としての資質はあんまり伸びないんじゃないかな。好きじゃないと伸びないっていう星だから。なので、まあ、確かに都合がいいんでしょうけれども、私はあんまりおすすめしません。それよりはもう全く違う、それこそ西洋とかね、南米とか、そういうところですよね。の、全く自分のしがらみとかそういったところがない、ものに興味が持てるところがあるのであれば、そっちに行った方が伸びると思う。ちょっとこれは好きって感じじゃないから、それは確かにコネは使えるだろうから、都合はいいんだろうけれども、伸びという面で行くのであればあんまり良くないかなというふうに思いますね。はい、じゃあその上で次ね、どうしようかな。周りの人の気持ち先に聞いていきましょうか。はい、じゃあ、結構ね、上司さんは今ね、この奥さんの方にくっついていろいろね、レクチャーしてるらしいんだけれども、ぶっちゃけどう思ってるのかっていうのを、こちらのタロットちゃんの方に聞いていきたいと思います。で、同僚ですね、同僚、部下、まあ部下はいないかまだ、同僚がどう思ってるのか、それをね、こちらのタロットちゃんの方に聞いていきたいと思います。ではですね、両方のカード展開していきたいと思います。よいしょ。
はい、ではリーディングしたいと思うんですけれども、そうですね、そうね、上司さんの気持ちで見ていきたいと思うんですが、ぶっちゃけやっぱりね、さっきと同じカード出てるんだけれども、彼女にそんなに力があるとは思ってません。思ってないんだけれども、いろんなしがらみの中でそれを見ないようにしてる。このまま行ってもそんなにこう将来性があるわけではないって、やっぱりすごい人だから見抜いてるんでしょうね。で、そのすごい人がね、今奥さんに手取り足取り教えてるらしいんだけれども、でもやっぱり私がさっき言ったように、こうめちゃくちゃ好きじゃないと伸びない人だから、それをちょっと見抜いてる感じで、どうかなーっていう風に思ってる節はすごくあります。なんだけれども、いろんなしがらみがあってそれを見ないように努めてるって感じかな。で、じゃあなんでね、そういうね、まあ言ってしまえば他のね、自分で自力で這い上がってきた人に比べたら、っていう人に対して一生懸命教えてるかっていうと、やっぱりね、その彼の地位っていうものをやっぱり揺るがす、そういう感じっていう風な感じが出てるんですよね。ですので、やっぱりね、元プリンセスなんて滅多にいないですよね。で、その人がいることによって来るね、日本の美術品とかあると思うんですよ。で、やっぱりそれがかかってるから、それを失うってことは自分の首も危ういってところだと思うんで、それで一生懸命頑張ってるっていう感じかな。で、すごく大変なんだけれども、最終的にはもう慈愛の心、どれだけ彼女がね、ちょっと怪しいなって思うところがあっても、もう大丈夫ですよっていう風に包み込もうとしてる、そういう感じだから、いやー大変だね。メトロポリタン美術館のね、すごい地位に行ってもやっぱり大変なんですね、どこ行っても。なんか、目を覆いたくなるようなことがあっても、もう大丈夫だよっていう、ほんと菩薩みたいな感じですよ。そういう感じで包み込もうとしてる。で、それはなんでかっていうと、やっぱり彼の地位を揺るがすような人物だから。まあ、そりゃそうだよね。元プリンセスだからね。で、頑張ってるっていう感じかな。はい。じゃあ、上司はこんな感じなんですが、次ですね、同僚はどう思ってるのかって話したんですが、これもね、気持ちを読むスプレッドなんで、逆位置取らずに見ていきたいんですが、あのね、いじめようとは思ってない。非常に公平な目で見ようとしています。ですから、ね、まあ、言ってしまえば、コネだから、いじめてやろうってこともないし、逆に、すごくね、こう、パワーがあるから、おだてようとも思ってない。だけれども、それを、公平に見てる上で、ダメだこりゃって思ってます。ソードの9が出るとは思わなかったんですが、まあ、実力不足だな、というふうに思っちゃってる。とか、こりゃ難しいぞっていう風に思っても頭抱えちゃってる感じですので、まあやっぱりね、同僚だからね、手助けしないといけない部分もあると思うんでしょうけれども、それでいくと、なんでこれじゃあちょっとしんどいぞっていう風に思ってるのがすごく強いと思いますね。でもやっぱり公平に見てあげたいから、いじめたりとかはしてないって感じかな。なんだけれども、ダメだこりゃとは思ってるんだけれども、ペンタクルの銃が真ん中に出てるんですね。ですので、やっぱり彼女のことをですね、まあなんていうのかな、お金を呼ぶ人って思ってる。だからやっぱりすごいネームバリューがあるしね、コネクションもあるから、やっぱり彼女につくことによって、こう成功とか繁栄とか、そういったものがメトロポリタンにもたらされるっていう風に思ってるから、すごい複雑だよね。でもまあ、いじめたりとかっていうのは今のところないのかなというふうに思いますね。ただ、まあ公平に見てるから、まあちゃんとダメだこりゃと思ってる感じかな。だから、これ報道はちょっとかなり信憑性高いですね。やっぱり美術館員、学芸員としては、メトロポリタンの学芸員としては、ちょっと実力不足な感じが、まあ相当あるのかなって感じがあります。はい、じゃあ最後ですね。まあ多分このままね、メトロポリタン美術館に就職すると思うんだけれども、その就職がね、まあ彼女にとって基地か強化という部分ね、ちょっとタロットちゃんの目線から見て聞いていきたいと思います。で、今回はですね、ちょっと今までとは違う占い方で占っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、彼女にとってメトロポリタン美術館の学芸員は基地か強化、見ていきますね。よいしょ。
はい、ではリーディングしていきたいんだけれども、あー、なるほどね。はい、トップカードにラバーズのカードが出てます。ですので、まあ、このアイディア自体は良かったっていう風な感じかな。だからメトロポリタン美術館に就職するというアイデア自体はいいと。やっぱりね、彼女ね、いろんなコネクションがあるし、そういった意味で行くのであれば、まあ、基地なんだけれども、ただ入ってからものすごい苦労するっていう風に言ってますね。まず努力ができない。そうだね。まあ、さっきも言いましたけれども、星回り的に見てすごくね、コツコツ頑張るタイプなんだけど、好きじゃないと頑張れない、そういうタイプなんですよ。ですので、そうだね、そういう意味でいくと、あんまりね、さっきも見たけど、その日本の美術品に対してやっぱりこうね、ちょっと思うところがあるから、ちょっとそれがしんどくって、なかなか努力がねできない、そういう感じがあるのかなというふうに思いますね。だからこそ行き詰まっていく感じかな。ソードの8、ソードの8よく出ますね今回ね。行き詰まりを感じる、うまくいかない、問題から目をそらす、そういう感じがあるので、なんかそういう風に言っちゃう感じって、そうなっちゃうからこそ、ハングマンの逆が出てるんだけれども、なんかね、なんていうの、消耗するって、こう前に進んでいけないからどんどん消耗する、しんどくなっちゃう、で仕事にやる気がなくなっちゃう、そういう感じがあるから、ぶっちゃけアイデア自体はいいんだけれども、タロットちゃんから見るには入った後が大変だよって感じかな。相当苦労すると思いますね。だからそれこそ本当お飾り的な感じになってもいいのであれば、まあ問題はないんだけれどもって感じかな。結構入ってからはしんどいよっていう風に言ってるから、そうね、まあ彼女の努力次第かなという風に思うんですけれども、まあできれば別のね、自分の本当に好きになれるやつをね、やってもらった方がいいと思うんですが、まあそれは彼女が決めるんで、他にもね、いろんな事情があるだろうから好きにしてもらったらいいんだけれども、じゃあね、まあ、結構しんどそうなカード出てるんで、まあこうならないようにね、自分の道開くためにどうしたらいいのかって部分ね、ちょっと天使様のカードに聞いておきたいと思います。よいしょ、この辺かな。拡張、はい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 、なんかね、メッセージとしては、どこまでも高く広く深く視野と意識を拡張しましょう。悩みや苦しみは小さくなっていくでしょう。あのね、やっぱりね、すっごいね、目線が狭い、周りが見えてないっていう風に言ってる。ですから、そのせいでやっぱり努力できなかったりであるとか、しんどくなっちゃったりとか、消耗しちゃう、そういう感じがあるから、もっとね、視野を広げなさいと言ってます。まあまあ、でもね、箱入り娘だったからね、それもしょうがないんだろうけれども、いい加減ちょっとそれを広げていく。もうね、言ってしまえばこう自分たちで生きていくっていう選択をしたんだから、で、働くってことをするんだから、もっとこう周りを見るってことを大事にしないとダメだよってことを言ってますね。で、そうしていったら周りが見えるようになっていったら、多分こういう問題も小さくなっていく。から頑張ってっていう風に言ってますね。まあね、苦労することも多いと思いますけれどもね、ぜひ頑張ってください。はい、今回のお話以上でございます。ぜひ参考にしてみてください。もしよろしければチャンネル登録、高評価などもよろしくお願いします。あとですね、見たいよって占いとございましたら、コメント欄の方に書いてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。